全日本ライト級チャンピオン玉城義満が赤コーナーであります。そして青コーナーが全米プロ空手ジュニアウェルター級チャンピオンリッチウィンであります。今玉城義満選手にファンから花束が贈られたところです。3つの花束を受け取りまして満足そうな表情を見せております。さあ試合前の玉城の表情から果たしてマーシャルアーツ6ラウンドどういった戦いになりますか。全米プロ空手ジュニアウェルター級チャンピオンリッチウィンチャンピオン同士の対決であります。マーシャルアーツ6ラウンドです。日本武道館格闘技大戦争ほぼ満員の1万1000主催者の発表でありますが船木さんもう立水の余地もありません ね。 そうですね。よく入りましたですね。雨にもかかわらずリング上は全米ライト級全日本ライト級チャンピオンの玉城と全米プロ空手ジュニアウェルター級チャンピオンのリッチウィンチャンピオン同士の対決を迎えました。さあ第1ラウンドです。175センチのリッチウィン168センチの玉城義満上背でちょっと差があります。非常にほっそりしたリッチウィンですが蹴りを見せます。玉城振り回します。ちょっと後ろ側から攻撃レフリーがストップしました。船木さん気合が入ってますね。上手に人も入ってますね。オーソドックススタイルローキックリッチウィンです。勝ってもなんか KO という感じですね。そうですね。記者会見でもこのリッチウィンは例のラウンドハウスキックあるいはジャンピングリバースキックこういう技をデモンストレーションで見せておりました。したがってそのボーナス賞金いわゆるジャンピングリバースキックこれに1000ドルですか、こういう賞金獲得する最も右翼にいるのがリッチウィンですね。そうですね。しかし玉城に通用するかどうかが問題です。ああ玉城が見せました。飛び上がってはおりませんがリバースキックです。攻めていきます。ローキック一応あのストレートがいいですよね。右ストレートがね。右のストレートですね、うん、左のストレートは玉城リッチウィンのローキックに合わせるような打ち方ですね。ユーズだったですね。レフリーブレイクリッチウィンは非常に謙虚な控えめな選手であります。僕は戦いたいから日本にやってまいりましたという穏やかな表情で話をしたリッチウィン。リング上の表情は全く違います。玉城君動きがいいですね。今日の玉城君いいですね。前蹴りです。不用意に攻め込むとストレートが飛んできます。そうなんですね。決してあのガードがよくありませんからね。玉城君はほとんど時間がありません。第1ラウンド今終了しました。船木さん採点5対5のイーブンです。赤コーナー全日本ライト級チャンピオン玉城義満87戦して5勝55勝17敗15引き分け 43KO 素晴らしい戦績です。そしてリッチウィンは12戦して10勝2敗 6KO です。13歳で空手を始めました。そしてこのマーシャルアーツの世界に飛び込んでいるリッチウィンであります。キャリアはまだ浅いんですが、ね、ローキック玉城ローキック痛そうでしたね。しかし打ち返してきますリッチウィンです。ハイキックが出ます。玉城おー打ち返しましたリッチウィンです。前蹴りなかなかいい選手ですねリッチウィンは。第2ラウンドの立ち上がりで玉城がローキックを打ってあそこは痛いんでしょうけどもそれを表情に表さず打ち返してきましたリッチウィンです。リバースキックローキックは玉城
こう玉城の動きに合わせるように右のストレートを狙いますリッチウィンです。ドキケップ左足のアウトサイド太ももこれだけ強烈でした。黒木さん踏み込みはピシャリでしたね。思い切って入ってますからね、はい、さあファイト続行です。まだ時間は45秒残っています。接近戦に持っていくかハイキックを狙う玉城ちょっと防戦一方になりましたリッチウィンです。フットワークを見せます。ロングタイツをしております。ちょっとどこまでとですねちょっとビビってますね。そうですかリッチウィンはロングタイツの下でどこまでダメージがありますか。玉城のローキックから今度は得意のパンチ攻撃ガッツパワーファイトを見せます玉城義満です。完全にリッチウィンはもう防戦一方初になってしまいましたね。第2ラウンドも時間がなくなりました。さあ玉城のペース玉城のペースニュートラルコーナーに追い込んだところラウンド終了のゴング同時にパンチが入りました。しかし大丈夫5対4渡名喜さん採点玉城が取りました。大変満員のこの日本武道館なんですがね女性ファンもたくさん来てました。中には外人女性がいらっしゃるんですがあなたのお名前からまず聞かせてください。マリアさん。マリアさんですか。どうですか初めてですかこの試合は。そう初めて、うん、とても楽しかったエキサイティングね、うん、エキサイティングですか、うん、どうですか試合見ててもうすごい接戦ですがね。そうね、うん、初めて見た Very exciting とてもエキサイティングの感じわかる。分かりますね、外人の人を勝つみたいねやっぱり外人の方ばっかり応援ということですかね、外人の女性ファンでした。どうもラウンドガードを務めておりますマリア・モーガンさんのインタビューでした。あーっと試合本人が夏のパスが出てきません出てきません。リッチウィン村木さんこれは相当足に出てますね、もう無理でしょうね、無理でしょう無理でしょう結局チャンピオン玉城義満横浜北星ジム第3ラウンドナックアウト勝ちであります。さあそれでは第2ラウンドの玉城の猛攻ビデオでご覧いただきます。